東京横浜首都圏駅の近くに約850室、すぐ始まる都心の暮らし、ウィークリーマンスリーマンション月決めクラブ。室内は便利な生活家電付き、トランク一つでその日から自宅感覚のスペースがすぐにご利用いただけます。お一人様から学生、お年寄りまで対応可能。すぐ始まる都心の暮らし、ウィークリーマンスリーマンション月決めクラブ。ご予約は東京03-5489-8492、ご予約は至急にまで。なんと五反田にやってまいりました。こちらは TOC 五反田のビルの中なんですけれども、ぐっと上の方に上がってきてですね、ちょっとここを見ていただくと書いてありますね、 CF ネッツフェア2014 in 東京。こちらの会場で年に一度の CF ネッツフェアというのが開かれているということで、なんか非常に存在感のある方がもうすごいいらっしゃいますけど、どうも。もう始まっちゃうよ。始まっちゃいますか。始まっちゃいますか。何時からですか。50分からね。受付開始なんで、少しもうお客さんも見えててね。そうですか。今日は300人からの申し込みなんで、多分当日来る人もいるんで、多分そうすると、はい、350人ぐらい来るかもしれないね。そうですか。私たちも。どちらかというと今日はノンアポな感じなんですけども、よろしいでしょうか。申し込みしてないんですけど、いいですか。怒られない。行きますか。行きますか。社長すごいです。もうあと4分30秒で始まります。あのぼり旗が出てますね。はい、イベントが帝国でスタートしました。オープンと同時に多くのお客様が今受付をされているところです。非常に盛況です。ご覧いただきましょう。もうね、列ができていてですね、そして皆さんはこの後ですね、受付を済まされるとセミナー会場の方に向かわれて、ここで倉橋社長の今日の講演が始まるという形になっているところです。じゃあちょっとそちらの方にも行ってみましょうか。はい、皆さん借金しました。国民借金してないんだよ、ね、国が借金してんだよ。それを、ね、知らないうちにうちの僕たちの借金になっちゃった。そんなことあるんですか。これは非常にリスキーだなと思ってるわけで、それでね、2020年までに均衡財政を図るんだけど、ね、プライマどうもご清聴ありがとうございました。倉橋社長のセミナーが終わったところなんですけれども、いや、このセミナーにも本当に多くの方が参加されていてですね、それぞれ興味関心をお持ちのところがいろいろあるということで、真剣にメモを取りながら聞いてらっしゃる方も多くいらっしゃいましたけれども、さあ、それではセミナー終わったところの社長に会いに行きましょう。お疲れ様でした。まあ、とりあえず午前中の僕の役割は終わったんで。そうですか。今度ね、こんにちは、カモメともヨットクラブ、はい、あとね、江戸川花火のクルーズとか、はい、今ねあのクルージングのやつをねやってる元さん、いや、いつもお会いしてるんですよね。お互いにあのスーツは久しぶりで初めてですね。そうですよね、はいはい、ちょっとびっくりしたんですけど、あのこれからの展開としてはどんなことがあるでしょうか。ぜひあの皆さんにですね、はい、楽しんでいただける、しかもですね、五感を磨いていただこうということでですね、はい、不動産の物件選ぶときに五感って非常に大切だと思いますので、そう磨くために海に出ていっていただこうと、はい、ちょっと強引なこじつけですが、はい、今日はそういうテーマでいってます。
今はね、日本テナントサービス、うん、ちょうど今ね、個別相談やってる。あのうちはさ、居住系のクイズ対策も得意なんだけど、でこのテナント関係のさ、空いてるテナントをどう使うとかとか、あと土地活用で、この土地をどのようにしたらその、テナントが入るかとか、例えばね、一番得意なのはあのコンビニエンスストアとか、路面の飲食店ね、の店舗はもう要するに土地があったらそこでさ、もう1週間くらいで結論出るから、一番最初に声かけてもらえば、うん、あのここはコンビニできんじゃないかな、飲食店できんじゃないかな言ってくれたら、もうそこにもう企業をつけちゃうから。そうですか。で次はメガホールディングスさんね、はい、うん、で、ここ何してるかっていうと、ラーメンドリブルプロジェクト、はい、つって、ここはもう面白い施設なんだよ。お店やるじゃん、はい、その店長が来そうじゃん、で ある一定の評価を受けた人はそのまま独立させる、で独立させた時の受け皿で、まあ、大阪に学校やってるの。あ、そうなんですか、うん、で今度は関東進出をやるので、まあ、一緒に今組んでメガホールディングスって会社を作って、で彼の会社はメガフランチャイズシステムだから、それを両方合わせてこれから投資して、でこういうね、あの空いてる土地を活用したりとか、あの一番最初に歌ってありますけど、うん、地主さんの夢、ラーメン店主の夢、町おこしの夢、これを掛け合わせていくと。そうですね。ここ南山行くんですか。で床暖爵床暖爵床暖爵床暖房床暖爵、こちらはどんなシステムなんでしょうか。これはですね、電気式の床暖房になってて、厚みがですね、こんなにしかないんですね、0.4mm。ほう、それで、温まりすぎても15分くらいでも温まっちゃいまして、そんな早くですか。コストも半分、でランニングコストも半分なんです。うちの自宅もこれですよ。あ、そうですか。そうで、床暖房はね、これよくせこくさ、足元だけつける人いるじゃん、電気いっぱい来るのよ、全部つけちゃいないリビング全部つけない、全部ですか。そうすると電気料金安いの返って頑張っちゃわないか。建築工房さんではいろいろまたあのデザインを含めて、そうです、そんな乗ってくださるってことですよね。そうです。こんにちは。すごいでしょ、はい、これ見てよ、これ、はい、これこれがこうなってガーン、あ、これこれがね、はい、うん、オンサイトマネジメントか。中見て、これですよね、うん、パソコンがついて、ここでプリントでプリントしたものを、要するにさ、例えばほら行ったら、あ、なんか自転車がさぐちゃぐちゃになってるじゃんっつったら、また事務所戻って書類作って貼ってくるなんていうことはめんどくさいよね。ここで書いたら全部プリントアウトして貼ってきた、効率いい。これだからもう本当に動くオフィスでもあるわけですよね。そう、うん、いやー社長、なんかこう出来上がりのものをいろいろと考えて、投資するということだけではなくて、もう本当に基礎からというか、もういろんな部分を考え考えっていうことで、全体のやっぱり不動産の価値ですね。あのイノベーションってさ、僕たち不動産扱ってるでしょ。この不動産の根源にあるものって全部なんだよ実は。日本の国土も不動産だし、はい、今やってる三浦のさ、ね、三浦市の、活性化プロジェクトもこれ土地いじってるわけだよね、はい、僕たちはさっきセミナーで言ったけども、不動産は金融と見てるわけだ。だから今うちの会社はさ、もう約1000億円近くも不動産を買ってもらって管理してるよね。で自分たちも持ってます。でいうことは、不動産から生まれてくる付加価値というね、付加価値と考えると金融資産と同じなわけだから、みんな結構さ銀行にはお金預けたりするじゃん。でもさ不動産の方がさ利回りは高いわけだよね。でなんでやんないのかわからないけど、それは何かっていうと変なさイメージをね、つけられてるから。最近もどんどんね、いろんな、事件起きてるじゃん。であれは何かっていうとさ、そういうことが、ね、起こることによって不動産ってものに対するさ誤解がいっぱい生じてるわけだから、まあなんとか銀行に預けとかいいななるわけ。違います。僕銀行にお金預けたらこうなってない銀行はお金を借りるとこだからそれで粘り仕掛けてる、ね、利回り上げるとこ、うん、お話中すみません、ちょっとよろしいですか。こんにちは。空室対策満室経営
賃貸住宅経営は様々なトラブルを抱えています。だからこそ CF ネッツコールセンターでございます。全てをワンストップで解決できる不動産コンサルタント会社 CF ネッツにお任せください。賃貸契約手続きからリフォーム工事、その他トラブルなど全てをワンストップで解決いたします。空室対策、満室経営に関するご相談は CF ネッツまでお気軽にお問い合わせください。今日はどちらからいらっしゃったんですか？はい、今日は愛知県から。おお、はい、そうですか。はい、その後やっぱりそのお付き合いが続いて、はい、今いかがですか？今、はい、やっぱり不動産投資を本当にしてる方と思います。その2007年に最初にワンルーム2個買ってから毎年ワンルームばっかり1個ずつ買っていて、今去年もで12個持っていて、今年の3月に5個売ったので今7個持ってます。全部 CF さんで買わせていただいて、で管理も全部、はい、はい、資産運用とか、はい、ビジネスでのお付き合いというのは基本だと思うんですけども、はい、CF ネッツさん の, そのスタッフの皆さんってもうあれなんじゃないですか、ご親戚関係みたいなっていうか。そうですね、もうなんだろう、自分の身内の次に親しいもう感じで、はい、もう担当の方とはもういつも自分手帳に何か自分に何かあったらまず一番に家族に連絡してほしい、第二職場、第三は CF ネッツ中本さんに連絡してほしいで来てます。はい、あ、そうですか。はい、ちょっとやはりお話を伺って、はい、僕もやっぱり相談に行こうかなって感じになってきましたけど。そうですね、ぜひぜひ、本当に不動産資産運用だけじゃなくて保険とか税金とかもなんか最近全部扱っていただけるので非常に助かります。はい、そうですか。はい、それぞれのセミナー講義などの合間合間にですね、こちらまた無料相談コーナーがあって、そうそうそう、うん、個別でまた相談を受けられるということですよね。じゃあここで、今日もですね、はい、センスながら持ってきたの、持ってきましたいいですか？はい、お願いします。2枚持ってるね。そう、2枚あるんですよ。2枚はいらないな。いらない、すいません。じゃあまず1枚目、はい、そして第33歩、活気ある人と物件の交流、新鮮な情報、不動産の世界の日曜朝市。よく見てるな。いいですかこれ？いいですか？いいですか、うん、ここであんま尺取りたくないんだそれは重々承知してるんですけれど、一応ですね、これ個人的にはちょっと却下かなと思うんですけれども、でもなんかじゃあやめろっていうでも一応いつもとは違う。相続対策の多くは不動産に関する問題です。相続対策で成功するには不動産専門家の総合的なアドバイスが必要です。私たち CF ネッツの不動産コンサルタントは国際ライセンス CPM 取得者のほか、多くの資格と実務を積んだ経験豊富なスペシャリストです。相続対策や資産組み換え、そして土地有効活用、あなたの資産を守ります。不動産のことなら何でも CF ネッツにお任せください。